皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トーサンでございます。さあ、本日も始まりました。トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はいよいよ解禁です。では参ります。えー、アメリカの長距離兵器の武器使用の制限がいよいよ解禁されそうですね。二つの力学が働いたというお話でございますが、まずはこちらのニュースから行きましょう。読売新聞。 モスクワ近郊など九州にウクライナ軍が最大規模の無人機攻撃ということで、ウクライナが、えー、9日の夜から10日未明にかけて、ものすごい数のドローンでロシア領土内を攻撃しました。このチャンネルで前回の大規模攻撃があった時も、ウクライナはまだやるっていうお話をしてましたけれども、さらに規模を上げてきたっていうことですね。えー、前期で144機。で、モスクワ州だけでも20機が飛来したということでございます。 ロシア側は全弾迎撃したということを相変わらず言っておりますけれども、ドカーンって爆発している映像もね、いくつか出てきておりますので、数発は着弾している模様ですね。で、前だとロシア全弾迎撃したっていう形で一点張りだったんですけども、さすがにね、爆発の映像が出てくるので、最近では迎撃はしたけど破片が落ちたみたいな言い方に変わってきてますけれども、破片だけじゃあんな爆発せんやろっていう、そういう話でございますが、 とね、民間の多分集合住宅にその破片だと思われますけれども、当たってしまった模様で民間人に被害が出ております。えー、ここはまあ、ウクライナを応援すると言っても、素直にやったやったとはね、やっぱり言わない方がいいのかなっていうところと、 あとは、飛行場も攻撃のターゲットに入っていたということで、この記事だと3つの国際空港が一時閉鎖って出てますけども、4つですね。4つが一時閉鎖されました。現在運行は再開しておりますけれども、こういう状態になった。で、ここから期待されるのは、モスクワでハンバーガー食ってる奴らの認識が変わり出すということですね。現在、モスクワ州とか都会の方では、ロシア人の賃金が上がっていて、 まあバブルのような状態になっているっていうことが言われてます。車買ったり、家買ったりね、贅沢品を買っているっていう人が、ロシアの中のほんの一部だけれども、発生してきている。で、こういう人たちというのは、今回のこの侵略戦争、なるべく考えないようにしている。完全にプーチンが支配権を握っていて、コントロールできているから、 プーチン容疑者を信じてえ、とにかく余分なことを言わなければ自分の生活は保証される。自分の生活は戦争とは関係ないんだっていうスタンスで入れたわけですけれども、そのープーチン容疑者を信頼すればいいという幻想がですね、ロシア国内で崩れていくんじゃないかなと思います。これは長期的に見てロシアが負けていく過程の中で、ロシア国内の分裂っていうのを生んでいく卵になっていくんじゃないかなっていう気がいたしますね。 そして、前回の大規模攻撃から今回の大規模攻撃。で、ウクライナこのまま行くと、さらにこの攻撃をエスカレーションさせていくというふうに考えられます。エスカレーションさせていく。非常にこれ緊張が高まってしまいますよね。まずい状況だというふうに思うんですけれども、このまずい状況を止めることができる国が一つだけあります。明確に止めることができる国。それが、 アメリカということになりますね。アメリカがウクライナに対する長距離兵器の使用制限の解除をする代わりに、モスクワなどへの直接的なドローン攻撃が控えてくれということであれば、この攻撃は止まるということです。やはり今回のクルスク進攻作戦を含む大きな大きなウクライナの作戦の中に、 この長距離兵器の武器使用制限の解除というのがかなり上位で作戦目的の中にあったという当チャンネルの読み、皆様と共有してきた情報というのは間違いないんじゃないかなっていう、そういう気がいたします。具体的な動きというところがこれまでとはちょっと違うんですよ。まずはブリンケンさんがイギリスを訪問しておりまして、イギリスのミラー外相と外相会談を行っておりました。 で、様々な、まあ、記者からの質問に答えているんですけども、長距離兵器に関して、今週の金曜日13日に、バイデン大統領と、えー、スターマー首相ですね。スターマー首相が首脳会談を行うと。で、そこで、この長距離兵器の使用制限の解除について話し合う予定だっていうことを言いました。さらに、 その足で、ウクライナを訪問するということも発表しています。ブリンケンさんとミラー外相、うん、二人揃ってウクライナに行って、この長距離兵器の武器使用制限の解除について話し合う。で、ウクライナからは武器使用制限が解除された場合、えー、どこを標的として狙うのかというリストであったりとか、 どうロシアに対して作戦を組むのかっていう作戦行動もすでにアメリカには提出されています。提出済みということになるので、それを元にした話し合いというのが行われるんじゃないかなというふうに思います。さらに、このタイミングで、えー、またバイデンさんが記者からの質問に対して、ウクライナへの長距離兵器の使用禁止の解除現在検討中だと。これ解除するのかって記者が聞くんですよ。そしたら現在検討中ですっていう。 ことを答えました。で、ブリンケンさんの動き、バイデンさんの動きというのは、共に回答が一致しているということと、 まあ公式に検討を認めたっていうところですね。えー、ここから考えると今回の動きというのはこれまでとは違う具体性を帯びているということです。で、ここでもう一つの力学が出てくるんですけれども、それがイランからの弾道ミサイルのロシアへの供与ということになりますね。これは直接的にヨーロッパ欧州にとって危機なわけですよ。で、アメリカはずっとこの弾道ミサイルをロシアに供与するなっていうことを え、イランに水面下で圧力をかけていたわけです。ホットラインがあるはずなので。ところが、イランが隠れながら供与に踏み切ってしまって、その動かぬ証拠をおそらくもうアメリカは持っているんだというふうに思いますね。もう公式に発表されてます。アメリカの政府からね。公式にもイランが渡したっていう発表がされているので、動かぬ証拠を持っているんだと思います。つまり、舐められたんですよ。うん。 ロシアに忖度すると、アメリカはこういう不利益を被るんです。世界中から舐められる。独裁国家から舐められるわけですね。本当は先手を打って、えー、ウクライナ有利な状況に選挙局を変えなければいけなくて、この有,有利な状況を保っているのがアメリカの支援だっていう見せ方の中で牽制をしていかなければいけないんだけれども、ちょっとね、バイデン政権この辺が一歩二歩遅いのかなという、そういう気がします。 さらに国内、国外からもまた声が集まっているというような状況もあります。これネフタのポストなんですけれども、えっ、ー、とね、会員の外交委員長のマイケル・マコールさんですね、うん、がバイデンさんに対しても長距離兵器の使用制限解除しろっていう、そういう、まあ、申し出、要求を行うということで、マコールさんだけではないです。まあ、こんな感じで連名でもう書,書面になってますね。 これがバイデンさんに送られているというような状況ですねで。前々からこういう動きはあるんですけれども、うん、そのずっと積み重ねてきたものが効、まあ、いてきているという側面もあるのかなということ、えー。さらに海外から今度はオランダなんですけれども、オランダといえば F16 の供給国でありますが、オランダ自身としては長距離兵器に対する使用制限が全く設けてないと。 言い切ってますね、オランダは。で、その上で、他の同盟国に対しても同じような措置を取るようにという強い言葉がありました。前もお話ししましたけれども、もうウクライナを支援する国、々の主流というのは、長距離兵器の使用制限すべきではないっていう。 そういう論調になってきて、アメリカホワイトハウスがカタクナだったというとか、ちょっと浮いてきてるような状況もあるわけですね。その上でイランにも舐められた。で、ウクライナもこの長距離兵器の使用制限の解除を求めて、直接モスクワに対する攻撃をエスカレーションしていく。これはアメリカ多分止めたいんだと思います。という二つの力学プラスいろいろな国内国外からの声の圧力というのも加わって、 今回はちょっと状況が違うぞっていうことですね。おそらく、えー、決断に踏み切っていくというふうに思います。えー、10月の末ぐらいから、まあ、大統領選を睨むと1月ぐらいまでの間じゃないかというふうに考えてましたけれども、もしかしたらもう少し早い解除というのが期待できるかもしれません。で、長距離兵器の使用制限の解除というところが決断されると、 もう一つの長距離兵器のウクライナへの供与というのも多分ね、色濃くなるとか決定的になるんじゃないかなと思います。それがこちらですね。ジャズムになります。射程370キロ戦闘機から撃つミサイルになりますね。空対地ミサイルになりますけれども、えー、これのウクライナ供与も検討されてましたけれども、もう長距離兵器の使用制限解除するっていうことになると、ジャズムのウクライナ供与というのも、まあ、決定的になってくるかなと思いますね。大きな動きが2つ。 出てくるという、そういうお話でございますが、えー、やロシア君なんですけれども、ロシア君はこの長距離兵器の使用制限が解除される前、そしてウクライナにデーネー機が来る前に、戦果を広げておきたいというところで、9月の10日なんですけれども、各戦線で大規模な攻撃、 を開始したという情報が入ってきてます。まずはね、クルスク方面ですね。渡辺先生です。よろしくお願いします。オシントさんのポストを引用してくださってますけれども、えー、コレネボから南、さらにグルショコフスキー地区から西に行くような形で突破口を開こうというような、そういう動きをしてきているということです。ただし、これ以外の部分でウクライナが進軍している部分がありますので、 うん。まあ、クルスク方面に関しては、ウクライナ優勢のままで、まだキープしているんじゃないかなと思います。さらに、クルスク方面以外なんですけれども、こちら行きましょうか。ウクライナコントロールマップさんです。ちょっと和訳したものなので、iPhone と私が見ているものの和訳が違うんですけれども、各戦線でロシアが攻勢に出てきているという情報が入ってきてますね。うん。 えー、9月10日というのは、まあ、ウクライナにとって不利なことが多くて、非常に長い1日だったということが書いてあるんですけれども、一番上がクルスク方面、先ほど、で次がブフレダールなんで、ドネツク西、やや南ですね、うん、ブフレダール方面で、えー、ロシア軍が旗を掲げたという話、さらにクラスノホリフカ方面で、えー、ロシア軍が4キロ前進、これは、えー、ドネツクの西側のところになりますね、クラスノホリフカ。 で次がせりドベというところなんですけど、このせりドベというのは、えー、ポクロウシク方面になります。で、ここがね、ちょっと、まあ、ピンチといいますか、シリアスな状況にはなっていて、ちょっとここだけ地図出しますけれども、えー、ポ,プロポクロウシク方面の突出部分の南側に、ポケットのような形ができています。 ここが小さな釜になっているんですけれども、ロシア軍がこの釜の蓋を閉じるような形で南北から攻勢を仕掛けておりますね。ここがね、ちょっと持たないんじゃないかというふうに言われてます。で、ウクライナコントロールマップさんの配置図だと、もうね、この釜の中にウクライナ軍の部隊が駐留しているというような、そういうま書き方ではなくなっているので、 ウクライナ軍としても、ここは無理はしないんじゃないかなと思いますね。なので、10月中ぐらいに、この釜の蓋が閉じられたという情報がもしかしたらね、入ってくるかもしれないという、そういう状況でございます。で、その下がポクロウスク方面で、さらにバフムート方面、スピルネ方面というような形で情報が続いていくんですけれども、 各戦線ですね。まあ特に東部の方ですけれども、で、ロシア軍が攻撃の強度を上げてきたという、そういう情報が入ってきています。おそらくデーネ期前までにできるだけ占領地を広げようということだと思いますね。すでに長距離兵器の使用制限が解除されていれば、この状況というのは、 まあ変わっていたんじゃないかなという気がいたします。はい。では最後にトピックスを少しだけお伝えさせていただきたいと思います。まずはケイティさんから行きましょう。よろしくお願いします、えー。ウクライナ軍のドイツ製装備のスペアパーツが不足しているっていう話なんですけれども、まあ最近ドイツはパンツァーハウビッツェを12両もね、ウクライナに供与するっていう発表を行ったばかりなんですが、どうやら方針がね、足りていないという情報が出てきました。 で、ドイツ製の武器なんですけれども、ウクライナとしては、まあ大事に大事に使ってきた武器ですね。それでもやっぱり方針というのは、なかなかね、たくさん作れないということで、枯渇してきているような状況があるんじゃないかっていう、そういう話なんですけれども、大事に使ってきた武器ですら、やっぱり方針足りなくなるっていうことになると、武器を大事に使わずにバカバカ打ち込んできたロシア軍の方針というのは、まあ押して叱るべしじゃないかなっていう、そういう気がしますね。 ちょっとね、方針問題気になるんですけれども、なんとかクリアしつつ、ロシアの方針の枯渇情報というのをね、当チャンネルでは粘り強く追っていきたいと思います。逆に枯渇していない国もあるわけですよ。だからどこかというと、ポーランドなんですけれども、ダゴンさんというのかなよろしくお願いします、えー。ポーランドに納入された K2 戦車46両は稼働率100%維持という記事ということでございまして、 稼働率100%、これ調べてみると、やっぱ100%っていうのは、中長期的に見ると無理みたいですね。うん。やっぱ6割、7割ぐらいにはなっていくんじゃないかっていうことなんですけれども、直近では100%らしいです。というところで、えー、旧ソ連の衛星国ということで、やはりね、部品は大量に持っているポーランド、相変わらずウクライナにとって、えー、力強いパートナーだということがわかると。 いうことでございます。先ほども言いましたけれども、その上で方針きつくなってきているのは、ロシアというお話ですね。では最後に、こちらから行きましょう。ちょっとね、これはっていうニュースなんですけれども、風人さんです。よろしくお願いします。ああ、また、クルスクから来たシャヘドが、ロシア領に戻ってったなっていう、一行だけのポストになるんですけれども、何々っていう、そういう話ですね。えー、つい最近ですと、ラトビアかなに、シャヘドが墜落し、しました。で、 ベラルーシもシャヘドを撃墜したっていう情報を前に共有させていただきましたけれども、あれもウクライナに飛んでいったものが制御不能になってベラルーシ領に入っていったというふうに考えられます。つまりベラルーシ国内に墜落する危険性があったので、ベラルーシは撃墜に踏み切ったんじゃないかというふうに思うんですけれども、なんとそのシャヘドがロシア領にこう戻っていってるっていうのもあるみたいですね。 なので今回144機ウクライナがまあドローン攻撃をしたというふうに言われていて、ロシアは前期撃墜したとは言ってるけれども、そのうちの1期2期ぐらいですね。もしかしたらロシアのシャヘドだったかもしれないという、そういうお話でございます。はい、というところでいよいよ動きそうですね、えー。長距離兵器の武器使用制限の解除ですけれども、今回はちゃんと、えー、力学が2つ働いている。 ウクライナがモスクワに対する攻撃をエスカレーションする。これを止める手立てという力学が一つ。で、もう一つが、イランがロシアに弾道ミサイルの供与をしてしまった、この動かしの証拠をアメリカが掴んだことで、あまりにも舐められているということで、後手にはなるけれども、 長距離兵器の使用制限の解除に踏み切るという、この二つの力学が働いております。え早ければ、えー、数週間以内に回答が出るというふうに言われておりますけれども、出次第皆様と共有をさせていただきたいというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。